えー、こんにちは。そっか塾の久保でございます。まあ、多くの方はご存知だと思いますけども、改めて私の方からも連絡させていただきます。体、えー、の枝、ビットポイントジャパンで8月25日に上場でございます。詳細はですね、メールで届いている方も多いと思いますけども、このようになっておりますね。日本発枝公園新規取扱いスケジュールのお知らせということで、えー、ビットポイントジャパンからメールが来ていましてですね、えー、取扱い開始日時が2021年8月25日の朝8時半の予定です。 えー、メンテナンスが朝6時から朝8時半までありますので、それが明けたら、ADA、カラドーナがすがに取引できるようになっているよということでございますね。ADA は現物取引でのご提供となり、ビットポイントにて取り扱いいたします。えー、また注意点として、ビットポイントプロでの取り扱いならびに入金出金のご提供に関しましては、9月13日予定の ADA ハードフォークが完了し、その安定稼働を確認後の 2021年9月中旬を予定しているということなんで、こちらの方ね、体の枝、日本上場の直後にもうすでにね、ハードフォークが確定してますので、この後に、まあ、かなりのね、楽しみなことが起きるんではないかなと思いますが、まあ、いろんな予想があると思います。今まで体の枝をずっとね、日本で決済できなかった方が、まあ、これを機に大量決済するんではないかなと、主に。 プレセールの方っていうのは0.2円とか0.3円で買ってますから、単純に10万円で買っても1億円前後になってるわけなんですよね。この価格が1000倍になった通貨を目の当たりにすることっていうのはなかなかなかったと思いますけども、どうですかね皆さん。うん、何年か前、7、8年前ですかね。10万円を持っていたら、それがビットポイントに、ビットポイントじゃないですね。あのカルダネーダーが変わっていたら、今それが1億円になっているとしたら、タイムスリップしてでも、 100万でも200万でも買っておきたいですよね。まあでも時間は戻りません。これからの勝負になってきます。で、今、ビットポイントジャパンでカルトネーダが上場直前になってるんですよ。これをどう見るかなんですよね。私はまあ普通に価格は上がるんではないかなと思いますが、うん、でも下がる瞬間もあると思うんですよ。このせめぎ合いですよねえ。もちろん市場がどうなるかは誰一人わかりません。予測を立てることができますけどもあくまで予測です。予測ってのは当たることもあり、 外れるるこことともああっっててて絶対に当たた予測っていうのはまだ誰1人立てたことがありませんですのでね、誰かが言ったからとか、どこかに書いてあるからという理由で、えー、一方的に自分の予測を決めてしまうのはちょっと危険だなと思いますので、必ずリスクエッジをしながら、そして投資は余剰資金で、まあ、これをね、やっぱ守って基本に忠実にやっていくことかなと思います。体の間も魔法の通貨ではありませんもちろん。 テクノロジー的には魔法なんですけども何もね私たちの人生を全部ね、えー、買い取ってくれるぐらいのそんなねあの魔法の儲け口ではありませんので、うん、チャールズ・ホスキンソンさんも言われてましたけども儲かるのがいいコイン儲からないのがいいコインじゃないそんなことを考えるんだったらもう、まあ、やめた方がいいよみたいなこと、ね、言われてたと思いますけどもいや本当にこのカルダネーダの可能性にかけると言いますかね30億人の 身分証明もない、お財布もない、そういう人のために何かなるんだったらという気持ちで、まあ、投資をしていくのはどうかなと思います。で、私はね、そうは言っても、儲けたいからやったってところもありますんでね、何とも言えないところがありますけども、え <laughs>、これからビットポイントジャパンの上場を機会に、え、9月のハードフォークもありますし、それから10月には、チャールズ・ホスキンソンさんが来日して、え、ブロックチェーンエクスポ、 こちらの方も開催されますんでね私の方もブースは直接出しませんけども私の方もねブースを出される方に出資して、えー、盛り上げていこうかなと思っております、まあ、何にしてもやっと始まりましたよね「カダのエダ」のストーリーが始まりましたもう今までねずっとやきもきしたところもありましたけども本当についてきてよかったなと思います、えー、そして資産の保全は本当にね、えー、こういう時、えー、まあなんか詐欺とかフィジシングとか起きますんでご用心ください 偽のビットポイントジャパンかなんかのね、アプリとか出てくると思いますし、それから、あの、復元パスワードを聞いてくる人とかもいるかもしれません。全部危険ですからね、ご用心ください。えそれでは失礼します。